私はお前を家来にするために作ったのじゃ、スマーフェット。しかしお前は失敗した。今度はその仕返しをしてやるんだよ。いいか。パパスマーフも手出しできぬぞ。わしがあいつの力を消してしまったからな。ダメ、ダメ、ダメ。これでいいんじゃ。ダメ、パパスマーフの力。ダメよ、取らないで。やめて、そんなのやめて。夢だったのね。でもとっても怖い夢。心配だから様子を見てくるわ。実験ナンバー15、レモンを6滴加えて混ぜる。おお、落っこした。これはまた失敗だ。大変。パパスマーフ、怪我はない？ありがとう、スマーフェット。大丈夫じゃ。何も心配することはないので、さあ、おゆき、私はまた始めるから。はい、パパスマーフ。素晴らしい発見だ、アズレール。この魔法で金属を金に変えることができる。アズレール、聞いているのか。金だぞ。なんだって？これで大金持ちじゃ、億万長者だ。作り方は蛇の毒1g。おー、よしよし。それに朝一番の太陽の光に当て 200g の溶かしたスマーフ。スマーフだと？スマーフ？待てよ、まだスマーフがないぞ。バカか。溶かしたスマーフ 200g か。ということはスマーフ10匹ということか。よし、スマーフを捕まえに行こう。絶対に捕まえてやるぞ。俺に何の恨みがあんだ、おめえ。こうやって私の特製肥をたっぷりやると、みんなすくすく成長し、収穫は倍増する。いや、うるさいな。ぐっすり眠れるところはないの？わしには全くわからない。成長促進剤に間違いがあったのだろうか。やっぱりパパスマーフの力が弱ってきてるのよ。パパスマーフの力が弱ってきた？うるさいな、僕疲れちゃった。あ、グッドタイミング。うわ、出してよ。一匹捕まえた、あと9匹じゃ。僕だ、パパスマーフ、僕だ。カボタの実験にも失敗しちゃったし、どうも私の夢が本当になってきたみたいでしょ。そうね、パパスマーフ調子が悪いんじゃない？だって年も年でしょ。年？でも542歳になったばっかりなのよ。542歳？まだまだ若いよ。俺やだね、542歳。こいつで美味しいケーキができるぞ。ノリは外側だけさ、この欲張りめ。ガーガメル。2匹目、残るは8匹じゃ。あ、わあ、これ僕のやつよりかっこいいや。実験ナンバー23、完璧な調合がまだ発見できない。あ、僕見えないよ。あれなら大丈夫だろう。これはどうしたことだ。うわあ、なぜうまくいかんのだろう。わしの最後の実験も残念ながら失敗してしまった。では私はスマーフ山で魔法の根っこを探してくる。パパスマーフ、お願い、行かないで。大丈夫だ、暗くなる前には戻ってくるからね。何をそんなに心配している？いいえ、パパスマーフ、私ちょっと心配なの。一休みした方がいいわ。一休み？わしは元気だ。みんな留守を頼んだよ。さあ始めよう。一体僕たちをどうしようって言うんだ？お前たちの重さを金に換算しているのじゃよ。3匹で 60g か。あと 140g いるぞ。罠をかけるのもいいが、手間がかかりすぎる。
もっとたくさんのスマホが今必要なんだ。しかしどうやって。心配することないよ、パパスマホが助けてくれる。でもスマーフェットが言ってたよ、パパスマーフの力が弱ってるって。力が弱ってるだと。そうだ、アズレールやめろ。おいスマフどもよ、おかげで素晴らしい作戦ができたぞ。スマーフに詰める。うん、アイアムスマーフ。これはガーガメル様からの命令である。1時間ごとに4匹のスマーフをよこせ。さもないとパパスマーフは力を失う。どうしよう、本当にパパスマーフの力がなくなってしまうわ。僕、カボチャが爆発したのを思い出した。僕、空飛ぶ野菜に攻撃されちゃった。私たちで何とかしましょう。おい、静かに。俺やだね、静かなんか。みんな、こうなったらしょうがない。さあ、カシノキのところまで行こう。そうするしかない。誰もいないよ。木の下に何かあるかもしれないぞ。見に行こうぜ。この辺なんだか怪しい感じがするよ。危ない。よしよしよし、どのくらい入ったかな。200グラムありそうじゃな。気の毒じゃのスマフたち。帰るぞアズレール。早速金を作るのじゃ。スマホが少し余ったらな、アズレール、お前にもくれてやるからね。にゃー、パパスマホを探しに行きましょう。パパスマホなら助けてくれる。多分ね。よし、準備は完璧だ。朝一番の太陽でお前たちを金にしてやるぞ。わしはあっという間に大金持ちだよ。金なんかどうだっていいから、じゃ食おうよ。ガガメルに力いっぱいパンチを食らわせたいよ、あいつの鼻にね。パパスマフが助けに来てくれるといいんだけど。諦めた方がいいよ、僕たちの力でなんとか逃げ出すんだ。でもどうやって。どうしよう、クラムジ、道に迷ったみたい。道に迷ったんじゃなくて、どこにいるのか全然わかんないだけだよ。誰か来るわ、どうしよう、怖いわ。大丈夫だよスマフェット、僕が守ってあげる。スマーフェット、クラムジどうした。ガーガメルが、ガーガメルがみんなを網で捕まえちゃったの。あいつ、スマーフを金にするって言ったんだよ。金に。うん、よし、助けに行こう。手伝っておくれ、急いで実験室に戻ろう。私の髪をどうするの、パパスマーフ。うん、ガーガメルのために金を作ってやるのだ。説明した通りにやればうまくいくだろう。パパスマーフ、信じてるわ。勇敢な君に頼もう、クラムジ。少々危険だが、君ならきっとできる。いや、僕のことなら心配ないよ、パパスマーフ。じゃあね。もうすぐ煮立ってくるぞ。さて、どいつから溶かしてやるかな。お前からか。あ、何をする。なんだ、大きいんじゃないか。はあ、金ちゃん、もっとあるぞ。ごぼさんだ。お、子供たちどこにいるのだ。僕たち鍋の中だよ。早くパパスマーフ出せ。アズレール、足を捕まえてごらん。子供たちこっちだ。金だ、全部金だぞ。あ、にゃアズレール捕まえろ、奴らを逃がすな。にゃ、暇だスマーフェット。にゃ、おいスマーフ、いつか必ず金になって弁償するんだぞ。おい聞いてるか、弁償するんだぞ。まあ、ガーガメルさん、素敵な提案ね。成功だ。
時には研究に研究を重ね失敗を繰り返しやっと成功することもあるのさ。サーバスマーフ万歳万歳。あ、私どうしてパパスマーフの力を疑ったのかしら。そうだよ、パパスマーフの魔法を疑うなって僕がいつも言ってるでしょ。パパスマーフが力を失うなんて僕は一瞬だって信じなかったよ。まあいいか、わしがここから出たらわしは大金持ちになるんじゃ。アズレルいいな、金持ちじゃ。言ってろ。どうしたんじゃ。ああ、パパスマーフの仕業だな、余計なことしやって。いやー、俺は不幸だ。俺だって不幸だよ。必ず復讐してやる。必ずスマホを捕まえてやるからな。にゃーにゃー、そうしてくれ。